皆さんどうもこんにちはビューティーです今回は新素晴らしきこの世界のファミ通紹介をしていきたいと思います最下位となったチームは全員が消滅します死神のゲームでミッションとして課せられる一つにエリア争奪戦渋谷スクランブルバトルがあります渋谷スクランブルバトルではオレンジ色のポイントポイン オレンジ色のポイントノイズシンボルや敵チーム他チームのメンバーを倒すことでエリアを制圧できますエリアの制圧だけでなく敵を倒してスクランブルポイントをたくさん稼ぐほど良い,い報酬を入手できるという要素もあります渋谷ストリームや竹下通りなど前作にはなかった新しいエリアも追加されておりますでは キャラクターを紹介しますつぐみキャラクターボイスは尾崎優香さんですチームルーインに所属していますが他人との交流はほぼ皆無で誰かと会話している様子すらありません見た目とは裏腹に高いサイキック能力を持っていて参加者同士の戦いでは負け知らずです常に連れているぬいぐるみは現在 渋谷で話,話題のブランド、ガットネーロの黒猫キャラクターに告知していますが、なぜかそのブランドが誕生するより前から所持しているといいます。最強チームであること以外は詳細不明、謎に包まれたチームルーイン。続きまして、鈴木きキャラクターボイスは花江夏樹さんです。 チームルーイに所属している巨大な体に鋭い,鋭い眼光ながら少年のように高い声を持ち、まくしたてるようにしゃべります。彼がもっと愛するゲームリバージのよ、リバーシのように、その性格や考え方も白黒はっきりしています。まあ一応花江夏樹さんですからね少年のように高い声 まああの少年のような口調で話すということでしょうかね。まああの、ワンピースのピーカみたいな感じでしょうかね。まあさすがにピーカみたいに裏声を出すっていうことはないと思いますけどね。まあほぼ地声に近いような感じの声でしゃべるみたいな。まあそんな感じだと思います。というわけで今回はこの辺で。真素晴らしきこのの世界の ファミ通紹介を終了していきたいと思います見てくださった方々ご視聴ありがとうございますチャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします